はい、新企画でございます。横田道場破りということで、はい、アマチュアチャンピオンの方に来ていただき、アマチュアチャンピオン横田慎一に挑戦という企画でございます。はい、はいはい、第1回ゲストでございます。はやる第1回目、はい、僕の同級生ですわ。はあ、はい、ということは35歳、5歳、ね、うん、ついこの間なったばっかり、なったばかりです。35になりました。はい、はい、竹澤俊さん、はい、はい、よろしくお願いします。はい、何のところで何のチャンピオンなんですか。今年多分いっぱいチャンピオンになってるよ。マジですか。うん、多分ここのクラちゃん一つ目ワンウェイゴルフクラブ、はい、はい、もうクラちゃん、はい、クラちゃんだってガチしかいないじゃないですか、ここ、うん、結構そうですね、競技ゴルファーの方が結構自由な、ね、うん、はい、T シャツ短パン、あの T シャツジーンズ OK というね、うん、画期的なゴルフ場ですよね。はい、そうですね、はい、そこでだって本当にゴルフ好きしかいないでしょ。そう、そこのまずクラちゃん、クラちゃん、はい、そして、はい、日本社会人、はい、そうですね、日本社会人ゴルフ選手権で今年優勝できまして、うん、優勝念願の日本一を取ることができました、はい、ガチじゃないですか。ガチガチ、それはもうかなりちょっと僕もうわー、それってどうなんだろう。俺より上手いんじゃない。いやいや、じゃねえかなって思って俺はオファーした。だよね、ましてやホームでね。ですよね、うん、これが和合とかで叩く、横田さんの得意なところでやったら分かんないけど、はい、まあ、一応ホームコースということですね、うん、日本社会人チャンピオン、はい、うん、すごい。で、はい、で多分30代のもうガチ社会人で日本アマ出てるのは唯一一人だと思う。今年そうですね、日本アマに30代でいただきまして、ちょっと、はい、やめようかな。、うん、そうだから、はい、なんかこういきなり第1回でそんな強い相手来ちゃうの。そうだからもうなんか構図的には、はい、こう旬がね、はい、このチャンピオンが横田に挑戦というよりも、うん、はい、横田がこうチャンピオンに挑戦みたいな雰囲気も若干ありつつ、こういう形で、そうそう、いいですか、お願いしても。はい、ああ、ただね、まあ、いきなり対戦ってなってもあれなんで、うん、はい、こう竹澤俊さんがね、はい、こうどういうゴルファーなのかっていうのをまず知っていただいてから、はい、対決の方を見ていただきたいということで。プロ目指さなかったんですか。そうそう、そのエピソードがね、あ、なるほどなるほど、あるんですよ、はいはいはい、中学校の時ね、はい、こう切磋琢磨してゴルフやってたわけですよ。一緒にやってたもんね、はいはい、でやっぱ青森県出身なんですけど、青森、はい、青森といえば名門、はい、青森山田高校があるわけで、山田高校、はい、野球も強い、強い、はいはい、で僕は秋田から、はい、や東北高校にね、うん、やっぱ全国大会団体戦出たりとか、うん、やっぱこうレベルの高い同級生たちとやりたいと思ってそっち選んだんだけど、旬、うん、はい、はどこの高校に行くんだろうってこうね、はい、ワクワクしてたら、はい、地元の進学校、地元の奥越弘前高校っていうですね、頭もいいんだ、進学校に、はい、はあ、行って、なぜならば、はあ、お職業言っちゃってもいいよね。ああ、いいです、はい、あの歯医者さんなんですよ。歯医者さん、うん、はい、歯医者やってました、うん、はい、結構バリバリ忙しい歯医者さんなんですよ。でこう、ね、高校は進学校でもう孤軍奮闘するわけですわ、はあ、青森山田はほらまだ選手層厚いから全国大会出るとか団体戦ね、はい、あるけど、はい、そっち行かずに勉強して一人だけゴルフやってるから、文武両道、そう、アマチュアゴルフ、はい、目標にしてやってましたね。いいっすね、うん、で大学もやっぱあの医科歯科大学の方に行くんですよ、はあはあはあ、岩手のね、岩手の、そうですね、岩手医科大学っていうところの医学部に行かせて、だからリーグ戦大学になるともう試合別、そう、全然合ってないです。ああ、医学部出れなそうだもんね、はい、リーグ戦の上の方に、そう、出れないんで、うん、はい、そう、イカシカリーグみたいなのがあるんだよね、うん、そっちの方 で無双してた。でゴルフしかやってない俺が負けたら恥ずかしいな。ねえ、それで社会人になって、はい、こうアマチュアの大会こう出始めて、はい、うん、ジュニアの時より上手いでしょ、だって。そうですね、高校の時とかより、まあ、もちろん大学の時よりも、うん、今の方が自分でもまあ上手くなったなと思います。だってなかなかね、一、うん、日中歯削ってるわけでしょ。全然歯削ってますよ。、うん、から練習ってだってもうヘトヘトでなかなかできないだろうから、うん、僕なんかね、毎日ゴルフでしかやってないんだから、うん、本当ですよ、それに負けるわけにいかないですよ、僕だって、うん、そうですね、はい、はい、そんな、はい、こう忙しい、しかも勉強してきた人がどうやって上手くなったとかね、はい、やっぱクラブセッティングとか練習方法もきっと頭がいいはずなんですよ。確かに、そうかな、ということで、ちょっと
興味深いですね。道具、はい、こちらも用意してあります。はい、はい、じゃあ道具、はい、紹介お願いします。はい、ステルス、ドライバーはそうですね、ステルスプラスのロフトは9度を使っております。シャフトは何なんですか？シャフトはですね、ベンタスの TR、 ベンタス TR の、6X ですね。わ、なんか最後に一緒ゴルフやった時よりなんかパワーアップしてるそうなの？そんなに飛ぶ方じゃなかったの昔は？今でもちろん飛ぶ方ではないんですけど、昔はもう全然ね、飛距離はないゴルファーでした。ははそしてウッド系がシムですね。はい、シムマックス、はい、もうこの辺今年総入れ替えしました、春に。あ、それで買った。はい、あ、そう、グラブ、このウッド3本、ユーティリティ、全部今年総入れ替え。へえ、やっぱいいんですかこのシムは？うん、僕はシムマックス構えやすいですし、あ、シム2よりも僕はシムの方が、あと見た時のヘッドのこの体積だったりとか、あ、そうか、シム2でもないんだ、はい、もう2世代前のウッドだ ね、 ね、はい、これをわざわざ今年入れ替え、これわざわざ、うん、はい、シムマックスもなかなかなくて、うん、どこで買ったかというと、うん、アウトレットで、あ、なるほどね、どこの軽井沢の、ですね、どこだ、ゴルフ帰りに行ったので、アミか木更津だったかどっちかちょっと覚えてないんですけど、で買ってシャフトを、はい、このドライバーとか組んでもらってるところがあるので、うん、そっちの方に入れ替えてもらって、ヘッドだけをなんか中古で買うより、ね、ちょっとお得だったり、逆にちょっとお得だったりしたんですよ。なるほど、はい、でユーティリティは、ユーティリティは G425 ですね、名機ね、 G425 の、私もこれちょっと追っかけてますよ、22度と、19度、うん、やっぱこれなんだ。これもヘッド中古で買って、うん、シャフトを入れ替えてます。DI95 ですね、一緒ですね、 DI95。 これ前から DI95、 いや、ここユーティリティこれに変えた時に、うん、これをこう、まあ、いろいろフィッティングしてもらって、うん、なんか一番こうねじれが少ないというか、うん、あ、ユーティリティですごくなんか操作性がいいので、僕はこれにして、DI の、はい、シュンがユーティリティに、うん、求めるものって何？捕まりすぎないことですかね。はあ、やっぱね、かぶってるかぶってないっていう、うん、そうですね、やっぱりこう引っかかるのを恐れたくないんですよ。僕もともとやっぱりちょっとフッカーというか引っ掛けのミスがやっぱり多いので。なるほど。やっぱこう200ヤードとか200ちょっととかあった時に、うん、ちょっと緊張して体止まったりとかした時に、うん、フック引っかかるっていうよりは、うん、まあ、ちょっと逃げてくれる球だったりとか、うんうん、あんまりこう捕まりすぎないっていうところは僕はユーティリティが、ね、いや、まさにこれですね。かぶってるかぶってないっていう僕の動画があるんですけど、はいはい、まさにこれです、ね、あ、これですか。確かにそのユーティリティに求めるものってボールの高さだったりとか、うん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 、アイアンよりも止まるのあるけど、うんうん、それに対してこう出てくるのって大概捕まりすぎちゃうんだもん ね、うんうんうん、ね、そうなんですよ。球上がるけど捕まりすぎないっていうのが大切だ、まあ、すごいいいかなと思います。なるほど、はい、で続いてアイアンが本間ですね。嬉しいな。これは僕がもうこれ出た時からも使ってるのも結構古いです、正直。だから最後にゴルフやった時もこれだよね、一緒に。多分そうそう、うん、嬉しい。もう僕まだ岩手にいた時か、こっちに来たばっかりの時かな、うん、嬉しい、はあ、これ俺がいなければこの形って出来上がってないから。あ、そうなんですね。そう、TW737V、ね、V ってちょっとロフト立ってんだっけ。ちょっとだけ、うん、立ってほんまにさ、被ってないアイアンを作ってくださいっていう、うん、もう本当これが、うん、もう僕のアドバイスした塊みたいなもんですよ。そうなんですね。そう、諏訪さんってね、工場長も、うん、日本ハム出ててね、うん、すごくゴルフ分かってる人だから、うん、で、ツアーイシューのこれ白いのは別に関係ないのか。ツアーイシューの AMT ですね、の S200、 S200、 これは長い番手になればなるほど 4g ずつ軽くなるやつですね、はい、うん、はい、番手はずらしてない。番手ずらしてないです。なるほど、でこちらはエッジはですね、5258ボーケーのフォージドっていうやつなんですけど、はい、削ってますな、はい、ここ、まあこれこだわりがここと、うん、ここですね、うん、を削ってもらってます。あ、なるほど、はい、綺麗に削るね、この、こう、まあ、どういうところにそこが邪魔になるの？なるほどな。
やっぱり薄い芝の時とか、うん、あとはあのバンカーの時に結構こう跳ねちゃったりすることが多いんですよね。なるほど。っていうので結構以前の僕ウェッジも長く使っててだいぶこうすり減ってしまっていたんです、うん、でそれと同じようなぐらいここを削って調整してくれってお願いして、うん、なるほど。その最初はこう使い込んでいくうちにここがなくなってた、ここがなくなってたんです最初は。けどそれでもうなんか慣れちゃってて、これを買った時にここがちょっとこう引っかかるなってなって、もう相談したら同じくこれをやってくれって言って、でやっていただいて、なるほど。でそっから僕はここが削れるだけ練習したってことだね。やっぱりウェッジは10度って書いてあるのに15度ぐらいバンス入ってるもんね。うん、全然10度ではないね、うん、10度以上になんかあるような感じはしますけど、うん、なるほど。本当だね、うん、すごい、はい、なるほど。でパターですね。はい、パターは、今使っているのはですね、はい、こちらピン、うん、ピンのもうこれ去年のモデルですかね、うん、去年角のやつだね、はい、これあれだっけ、打感がトゥンってやつだっけ、うん、トゥンってやつ、うんね、トゥンっていうのなんか打感がそういう売りだったよね、うん、トゥンっていう、トゥンっていう感じ、うん、うん、どうですか、トゥンって言ってますよ。もうトゥンっていうのが思ったらコンだったまあ人によって違うみたい、はい、うん、なるほど、うん、確かぬかがさんがトゥンって言ってたんだと思う。あ、トゥンって言ってたもうちょっとヘッドスピード速くないとパターはね、うん、まあという、うん、やっぱ横尾さんどうですか、うん、今日の対戦相手の道具見て。そうね、ちょっとだからちょっと一振りだけ振ってもらおうよ、うん、あのどんくらいのパワー感でこの X とかっていうスペックを、うん、こっちはハイブリッド S の DI でしょ、うん、DI、うん、ちょっとどのくらいのパワー感なのかちょっと見てみたい、うん、じゃあ、うん、ウェッジからいきます、アイアンからいきます。あ、まあ、うん、ちょっとアイアンとドライバー、はい、まあまあ、はい、フルスピードっていうか、ね、それ見てみたい。フルスピードですか、うん、ああフルスピード。じゃあ打席変わってフルス、まああの、はい、まだノーウォーミングアップよね。そうノーウォーミングアップなんで、うん、まあそれも、はい、あんまり怪我するからあんまり振らなくていい、うん、もうフルスピード、ここから牽制が始まってるのかフルスピードですか、うん、正直横田ビビってますからね今日の対戦相手に、いやビビりまくりですよそんなあれですけど、ちょっと体が、ほうほう、うん、なるほど。いやそういう感じねフックだ、フックボール、風の日強そうだな。ペラペラ絶対打たないね。ペラペラはあんまりないよね。ないかもしれないですね。うん。ちょっとドライバーはどんな感じ？ドライバーです。ドライバー。まあ軽くでいいです。はい。こんな強く打たない。わあ、いい球。ステルスでそんな感じのドローを打てる人あんま見たことないな一応でも9度でしょ、だって9度、そう9度で 6X でしょ、うん、よいしょ。これどうですか、横尾さん、うん、どうですか。いや強いね、球がうん、うん、ヘッドスピードよりもこうなんか球が強い、うん、ちょっとあれだね、やっぱりさすが日本チャンピオンですね。社会人ナンバーワンですからね。この企画はもっと剣山とか、うん、ちょっともうちょっとクラちゃんさんとかそこにどんどん来てもらいたいと思ったんですけど、うん、いきなり本物来ちゃいましたね。はい、はい、もう僕がずっと出したいなと思ってたので、はい、ありがとうございます、お貸していただいて、もう相手に、はい、ありがとうございます、不足はないです、はいはい、ということで、はい、やっぱこう
上手い人ってやっぱ自然といい道具を手に取るようにこうなってるんですかね。そうですね、うん、やっぱ日本一ともなると、うん、そうですね。やっぱり新しいものは取り入れるけども変えられないものはあるっていう。そうそうそう、うん、みんな僕が好きそうなクラブを選んでるし。本当ですか、ありがとうございます、うん、っていうか、うん、僕が好きそうというかやっぱゴルフ分かってるなっていうのは、うん、もうすごく分かるセッティングでした。はい、まあ、こんな感じで偉そうなこと言ってるけど、ゴルフ分かってるなって後から言われそうまだ分かってないなって言われそう、うん、でやっぱね、俊君は、はい、竹澤俊さんは、まあ、まだ35歳で、うん、こう、はい、若いのにやっぱ4番アイアンは入れないっていうね。そうですね、うん、まあ、正直去年までは入ってました。あ、そう、はい、去年までは入ってたんですけれど、うん、やっぱり、うん、22度か、うん、22度に変えて、うん、やっぱりそのボールの高さだったりとか、うん、無理しなくても、うん、こうボール飛んでくれるっていうところ、ね、とやっぱりこう試合行くと200ヤードちょっとのショートホールって多いじゃないですか、なんだかんだ、うん、なのでそこですごいこれ役立ってくれて、うん、もうこれのおかげで僕2本アマ行けたなと思ってます。本当にこれをすごい対応してたので。いや、2本アマなんで、うん、すごいな。やっぱりそこって冷静な判断必要だよね、そのクラブセッティングって。まあそうですね、うん、うん、最初変えた時はやっぱりこう逆にちょっと飛びすぎるんじゃないかとか、うん、なんかちょっと違和感っていうのはあったんですけれども、はあ、うんうん、やっぱりこう使っていくとまあ、簡単にボールも上がってくれるし、まあ、止まるし、うん、もちろんね、強い球、低めの強い球だったら4アイアンとか3アイアンとかの方がもちろんいいのかなと思うんですけど、やっぱりアマチュア の例えばセッティングであれば、はい、まあ、これでも十分対応できるなと思いましたので、うん、これがすごい武器には僕には今なってますね。なるほど、はい、めちゃくちゃ勉強になります。勉強になります、はい、多分いい歯削るだろうねありがとうございます。いや、もうここが当たんの嫌だなとかさ、うん、ここお客さんね、うん、見て多分ここが当たんだろうなとか、うん、まあ、噛み合わせはバッチリでしょ。噛み合わせ、そうですね、毎日やってますからね、はい、ドメージンのような気がする、うん、そっちもうまいような気がする。ありがとうございます、はい、ですか。ということで、はい、まあ、もう一回ね、対戦前にもう一企画やりたいんだけど、うん、次回はやっぱ、はい、どうやって大人になってから上手になったのかなっていう。なるほど。やっぱ子供の頃はね、やっぱ僕とかも、もうがむしゃりにたくさん球打って上手くなるんだけど、うん、大人になってやっぱ時間がなくなってからどうやって上手くなったのかっていう、そこをやっぱ聞きたい。そうですね、うん、進学校行って歯医者さん行って時間ない人がなぜ日本タイトル取れたかっていうね、うん、これは皆さん絶対、うん、参考になると思いますよ。はい、はい、ということで次回はそちらの企画になります。はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回お楽しみに。ありがとうございました。